くり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢だよ。このチャンネルは、主に太平洋戦争を中心に、戦死に関するテーマについて解説していくチャンネルだぜ。今回のテーマは、ガダルカナル島攻防戦だ。その中でも、アメリカ軍のガダルカナル島上陸が成功した後、日本軍がそれを取り戻そうとする段階の話。具体的には、第二次ソロモン海戦の前後を解説していくぜ。アメリカ軍のガダルカナル島上陸や、その時に起こった、第一次ソロモン海戦は、別の動画で解説してるわね。興味のある人は、ぜひ霊夢の言っている動画のリンクを概要欄に貼っておくから、見てほしいぜ。それじゃあ、始めていくぜ。1942年8月、ガダルカナル島攻防戦における、日本海軍とアメリカ海軍の初の衝突、第一次ソロモン海戦が起こった。海戦の翌日、日本海軍が陸軍に要請したガダルカナル島奪還部隊が、グアムを出発した。この部隊は、本来はミッドウェー海戦の後、ミッドウェー島の占領のために投入される予定の部隊だったぜ。でも、ミッドウェー海戦で日本海軍が大敗したから、ミッドウェー島上陸作戦を取りやめてグアムに待機していたのね。都合よく空いている戦力がいたわけだが、逆に言えば、陸軍にとって即座に太平洋方面に投入できる戦力は、この部隊くらいしかなかったんだぜ。陸軍としては、もう太平洋方面で戦うつもりじゃなかったのね。陸軍は、東南アジアを抑えた後、中国戦線に目を戻して、支線を攻撃する作戦を計画していた。だから、海軍にガダルカナル島の奪還に戦力を出してほしいと言われて、地図を開いてガダルカナル島を探し始めた、という逸話があるくらいだ。もはや太平洋方面には興味を失っていて、その中でも日本から 5000km も離れた島のことなんで、どこにあるかも把握してなかった、っていう話ね。そして、そんな状態だから、この陸軍部隊が、上陸したアメリカ海兵隊の正確な状況を知っているはずがないぜ。この時、日本の陸海軍の連絡機関である大本営が出した、ガダルカナル島のアメリカ軍の戦力の予想は2000人前後。しかも撤退中である、という情報だったぜ。実際のところは？人数は1万を超えていて、しかもがっつり陣地を整えていたぜ。大本営はアメリカ軍の反撃を、まだ先のことだと考えていたから。この時の攻撃は、本気で島を占領するつもりではなく、嫌がらせだろうくらいの楽観的な試算を出していたんだろうぜ。そこに投入された日本陸軍が最初に上陸させた先遣隊は900人。しかも先遣隊だから大型の兵器は持ち込んでいない。これは、勝負にもならない戦力さね。だが、この時の先遣隊は、相手の数を大幅に少なく見積もっているぜ。それもあって、先遣隊であるにもかかわらず、上陸から即行軍、即索敵と行って、見つけた敵を攻撃する。せっかち、というか速さ重視、って感じの戦い方ね。この戦法自体は、当時の日本陸軍のドクトリンに準じた動きだぜ。敵との戦力差が大きくないと思っていた現地の先遣隊が、この戦術を取ったのは、現地の部隊の判断としては正解だ。だけど、今回はその上の、大本営の方の判断が間違っていたのよね。敵は撤退中で戦力も多くない、と現地司令官は伝えられている。この戦術の判断の賛否を、現地部隊に求めるのは酷だと私は思うぜ。もっとも、この日本陸軍のドクトリン自体が、アメリカ陸軍や海兵隊に通用するものかどうかというのは怪しいがな。このあたりは、考察編の方でまとめて動画にしていこうと思うから、ここでは詳しい説明は省いて先に行くぜ。ただ、一つ言えるのは、少なくともこの時に限っては、日本軍のドクトリンは完全に悪手を生んでいるぜ。ガチガチに固めた陣地に突入するには、どう考えても向いていないものね。実際に、イル川という川に張られたアメリカ海兵隊の防衛線に、ぶつかった日本陸軍の先遣隊は、陣地からの機関銃などの攻撃によって、攻撃を跳ね返される。さらに、そこにアメリカ海兵隊の戦車部隊などが反撃に出て、日本陸軍の側面を攻撃。これによって、日本陸軍の先遣隊は全滅に近い打撃を受けたぜ。こうして、日本陸軍はガダルカナル島の航空基地の奪還に失敗した。そもそも兵力は不利で、兵器、戦術の面でも完全に不利だものね。強固に築かれた陣地に、大型の兵器や十分な準備もない速攻戦をかけるのはさすがに無理があるわ。そしてこの陸軍の作戦と同時に勃発したのが、海軍によるガダルカナル島をめぐる海戦、第二次ソロモン海戦だぜ。前回もそうだけど、海戦の話に至るまでの前置きが長いわね。曲がりなりにも、海軍放送局を名乗っているチャンネルなんだけど、このガダルカナル島攻防戦は、単なる海戦、陸戦の集合体じゃないからな。海という陸上部隊の輸送、移動ルートを奪い合う海軍と、地上での航空基地奪還によって、周囲の海の安全を確保しようとする陸軍。それぞれが、お互いに大きな影響を与え合いながら戦う、当初戦だぜ。だから、
海戦の話をしながらも、陸上では何が起こっていたのかも確認しながら進める必要があったのね。第二次ソロモン海戦は、その傾向が強い海戦だ。ガダルカナル島に上陸した、陸軍の先遣隊が壊滅していた頃、日本の陸海軍は次の手として、先遣隊ではない、トラック島にいた陸軍の本隊を送り込もうとしていた。もともと、先遣隊だものね。先遣隊があれば、本隊もいるはずね。さらに、時系列は前後するが、ガダルカナル島にアメリカ海兵隊が上陸した情報を得て、海軍の主力部隊である第二艦隊、第三艦隊を、トラック島に進出させている。連合艦隊司令部を乗せた戦艦ヤマトも、トラック島へと進出し、さらなる追加の陸軍部隊も準備が進められていた。着々と次の攻撃の準備が整っていたのね。ところで、日本海軍は、空母艦隊をミッドウェー海戦で壊滅させられたけど、今回投入された、第二艦隊、第三艦隊っていうのはどういう艦隊なの？もともと、日本海軍、というよりも連合艦隊は、第一艦隊、第二艦隊、というように艦隊を置いていた。確か、日本海軍がこれまで運用していた空母部隊は、第一航空艦隊よね。真珠湾攻撃やミッドウェー海戦を戦ったこの艦隊は？あれは、いわば臨時的に組まれた艦隊だ。航空戦隊、という単位ごとに、各艦隊に割り当てられていた空母を抜擢して、空母を主力とする艦隊として組み上げた艦隊だな。確かに、これまでの海軍は戦艦が中心だものね。第一艦隊、第二艦隊。っていう、従来の艦隊には、それぞれに戦艦の補助役としての空母が入っていた。ってことかしら。第一航空艦隊が作られなければそうなっていただろうな。実際に、一航艦に入らなかった小型空母は、戦艦艦隊の方に回されて、従来の補助的な役割を担っている。で、この時トラック島に出てきた艦隊の話に戻るが、ざっくり言うと、第一艦隊が近海決戦向けの決戦艦隊、第二艦隊がその露払いを行う、いわば決戦までの前線部隊だ。第三から先は、第二艦隊の補助だったり、各方面が割り当てられていたり、艦隊とは全く違った動きをする潜水艦艦隊があったりする。つまり、今回トラック島に派遣されたうち、第二艦隊は従来の戦艦艦隊の前線部隊ということね。そして、問題はもう一つの第三艦隊だ。これは、日本海軍初となる、常設の空母艦隊だ。ミッドウェー海戦で壊滅した一航艦に代わる空母運用のための艦隊が、従来の艦隊に準ずる形で再編され、いよいよ臨時ではない、空母中心の艦隊ができたってことね。艦隊の中心は、珊瑚海海戦に参加したものの、ミッドウェー海戦には参加しなかった2隻の空母、随格と昇格。当時の日本の最新鋭の空母ね。これに、小型空母を1隻加えた3隻の空母が、第3艦隊の全空母、そしてこの時日本軍に出せる空母の限界だぜ。まあ、ミッドウェーの大敗から2ヶ月だものね。まだまだ空母部隊の再編成は終わっていない、ってことね。そして、この第3艦隊は、ミッドウェー海戦などの戦争序盤の戦訓を受けて、従来とは違う方針がいくらか盛り込まれた空母艦隊でもあった。確かに、これまでは大型空母は大型空母で、小型空母と一緒に活動することはほとんどなかったものね。今回は小型空母も、同じ第3艦隊に入っているのよね。まだ本土では小型空母の訓練が進められているから、その方針が本格的に適用されるようになるのは、次の海戦、南太平洋海戦なわけだが、この海戦でもその片鱗を見せている。アメリカ海軍は、珊瑚海海戦でいた戦訓を盛り込んだ空母運用を、ミッドウェー海戦に持ち出してきたのよね。対応が遅いことは置いておいても、日本軍もそれと同じような対応を取ることになったのかしら。私が見た限り、アメリカ海軍のものとは結構違う、自己流の部分も多いな。まあ、この2隻の大型空母に、小型空母を追加したこの編成が、どのように使われたか、というところがこの海戦の経過と重なるぜ。ここで最初に確認しておくが、今回の第3艦隊の目標は、ガダルカナル島周辺に出てきているであろう敵空母の殲滅だ。ということは、何らかの形で空母の情報を掴んでいたのね。まあ、ちょっとした勘違い込みだがな。アメリカ海軍は、ガダルカナル島に上陸した海兵隊を支援するために、日本軍から奪った飛行場に航空機を派遣していたんだぜ。空母というのは、敵に向かって航空機を飛ばす、攻撃艦としての役割と、本拠地から大きく離れた孤島の基地などに、航空機を送り込む、輸送艦としての役割がある。日本語だと、航空機の補給や休息を行うイメージの、航空母艦だけど、英語だと、航空機を乗せて運ぶイメージの、エアークラフトキャリアーだものね。そのため、このガダルカナル島への航空機輸送は、空母を使って行われたが、日本海軍は、これを敵の空母部隊と判断して出撃したぜ。だが、幸いというか、実際にアメリカの空母部隊はガダルカナル島付近に来ていた。
見間違いとはいえ、敵の空母がいる海域に陸軍部隊を積んだ輸送船を活かせるのは危険すぎるし、どのみち敵の空母の排除は急務よね。実際、この空母発見の知らせを受けた日本軍は、ガダルカナル島に上陸させようとしていた陸軍部隊の上陸計画をすべて延期して、第二次ソロモン海戦以降に回している。一方で、この時アメリカ海軍は、日本軍の実情をつかみきれていなかった。日本の空母部隊はまだトラック島の北方にいると考えていて、一隻の空母を燃料補給のために離脱させていた。今回はミッドウェイの時のような、一方的な情報戦ではなかったのかしら。アメリカ海軍も、周囲の島の基地からのおぼろげな情報で、第三艦隊がソロモン諸島に迫っていることは知っていた。情報がおぼろげだったため、爆弾を積んだ偵察機を出して、偵察するとともに隙あらば一撃加える、という対応をとっている。その一方、日本の空母部隊、第三艦隊はソロモン諸島に接近して、ガダルカナル島のアメリカ軍飛行場を爆撃した。あれ、なんかミッドウェイの時と同じ状態よね。互いに見つけていない状態とはいえ、日本軍が頑丈な陸上飛行場を攻撃して、戦闘の火蓋が切られるって。確かに、この状況を、ミッドウェイ海戦と近い状態だと評することは多いぜ。だが、この時の第三艦隊は、明確にこのガダルカナル島への爆撃を、サブの任務として位置づけている。ということは、ミッドウェイ海戦の時のように、全空母から大部隊が発艦して、さらに島の爆撃に固執するようなやり方じゃないのね。今回島を爆撃したのは、第三艦隊の本隊から分離した小型空母のみで、主力の大型空母2隻は参加していない。それどころか、分離した小型空母部隊から距離を取って、アメリカの空母部隊を探しているぜ。この海戦の後には、陸軍部隊の上陸作戦があるから、一度は敵の飛行場を爆撃しておかないといけない、という状況だが、あくまでも敵の空母の殲滅が優先、という体制だな。それに、小型空母1隻とはいえ、空母を引き離して配置することで、ミッドウェイ海戦の時のようにまとめて撃破されるのを避けているのね。攻撃の時に航空機を集合させることを諦めて、空母1隻ごとに引き離して配置するアメリカ海軍とは、根本的に考え方が違うやり方ではあるがな。主力の大型空母はしっかり一緒に配置しているものね。2隻の攻撃隊を集合させて、大部隊を作ってから敵にぶつけるやり方は、まだ諦めていないのね。それでも、この第二次ソロモン海戦においては、分離して島を攻撃した小型空母が、おとりのような状態になり、第三艦隊の本隊は、アメリカの空母部隊に対して先手を取ることになるぜ。確かに、アメリカ空母は日本空母を見つけたが、それは本隊から分離していた小型空母の方であって、肝心の本隊の大型空母2隻は見つけられなかった。そして、先んじてアメリカの空母艦隊を発見した第三艦隊は、撃破を狙って爆撃隊を投入。爆撃隊の発艦を、アメリカ海軍が事前に飛ばしていた爆弾を持った偵察機からの攻撃はあったものの、被害はなし。しかも、この偵察機からの第三艦隊発見の報告は、電波の状況が悪く、アメリカ空母艦隊に届くことはなかったぜ。アメリカ軍は、偵察船の段階で一歩で遅れた上に、さらに第三艦隊本隊発見の報告も届いていなかったのね。その代わり、と言ってはなんだが、アメリカ空母艦隊も、第三艦隊の分離した方、小型空母を中心とするガダルカナル島爆撃部隊はすぐに発見して、一斉に攻撃を仕掛けているぜ。アメリカ空母部隊にとっては、第三艦隊の本隊が見つからないなら、今見えている日本の空母を攻撃するほかないからな。でも、こっちはそんなに重要じゃないのよね。まあ、数少ない日本の空母戦力だから結構重要なんだが、後方の本隊に比べれば、相対的に重要じゃないな。この小型空母は爆撃機をあまり積んでおらず、艦載機は戦闘機中心だ。陸軍の上陸部隊や艦隊を守るのには向いているが、攻撃するのに必要な爆撃機が少ない。脅威度はそれほど高くない空母だ。沈めれば日本海軍に損失を与えられるけど、大型空母が近くにいることが分かっていれば、絶対に後回しにする。って感じね。そして、小型空母の方に攻撃を集中させたアメリカ空母部隊は、小型空母を撃沈する戦果を上げたものの、第三艦隊本隊からの攻撃を受けるぜ。第三艦隊からすれば、肉を切らせて骨を断つってところかしら。ただ、アメリカ空母部隊の防空能力というか、艦隊の防御力は、かなり高い状態だったと言ってもいい。レーダーを使って、日本の爆撃隊をいち早く察知して形成する、戦闘機による防衛戦。珊瑚海海戦以来、研究を重ねている対空砲火による、空母に迫る爆撃機に対する厚い弾幕。日本の空母が見つからず、攻撃力が発揮できない状態でも、これらの防御力は健在だったんだぜ。結果、日本の爆撃機はなんとかこれらの防衛網をくぐり抜けて、敵の空母に攻撃することに成功するも、
2隻のアメリカ空母のうち、1隻を戦闘不能に追い込むのが限界だった。戦闘不能っていう言い方をしてるってことは、完全に沈めることはできなかったのね。肉を切らせたのに、骨を完全に断ち切れなかった、と。そうだな。もちろん、さらなる追い打ちをかけるために、第二波の爆撃隊を送り込んだりもしたが、結局、二度目の爆撃隊は、敵を発見できずに引き返すことになる。アメリカ軍は小型とはいえ、日本軍の空母を一隻撃沈。一方、日本軍は、一隻を戦闘不能にしただけで沈めることはできていない。完全に先手を取ったのに、正直渋い戦果よね。小型とはいえ、貴重な空母戦力を完全に失ったんだから、この第二次ソロモン海戦は、日本海軍の敗北だろうな。しかも、海戦全体を通して、60機近くの艦載機が失われている。小型空母の沈没もあるけど、やっぱりアメリカ空母艦隊の対空能力が高い壁になりつつあるわね。せっかく補充して、再編成したのに、また一気に戦力が削られたのね。アメリカ海軍の空母は残っているわけだし、ガダルカナル島の飛行場も、小型空母の爆撃一回では無力化できない。結局、この後ガダルカナル島を目指す陸軍部隊は、漏れなく残ったアメリカ空母や島の飛行場から攻撃を受けて、万全な輸送はもはや望めない状態になった。戦闘でも負けて、目的も果たせていない、完全敗北ね。この敗北によって、日本海軍は、アメリカ空母やガダルカナル島の基地を攻撃して排除することができなくなった。戦力も足りないし、アメリカは空母を使って、島の基地もどんどん強化していくものね。強化されたガダルカナル島の飛行場や海域に残る空母の影響で、これ以降の日本陸軍は、速度が遅く、船と戦う装備を積んでいない、大容量の輸送船を使った輸送が難しくなる。容量は少なくとも、高速だったり船と戦える装備を積んだ、海軍の軍艦を使った輸送に切り替えざるを得なくなったぜ。そういう船での輸送は、容量が少なくて効率悪いし、ガダルカナル島攻防戦は完全にアメリカ有利に傾いたわね。そして、この海軍の敗北で、輸送に大きな制限をかけられた陸軍は、この後、ガダルカナル島で敗北を重ねる。海軍がこの状況を打破できるだけの戦力を用意するのは、1942年の10月を待たないといけないんだぜ。海軍の敗北が、陸軍の弱体化や敗北にもろにつながる。これが、いわゆる当初戦ね。しかも、陸軍が戦う限り、海軍も戦い続けないといけないし、逆もしかり、だ。陸軍は海軍が輸送路を守って、空母によって敵飛行場を攻撃しないと、まともに戦うことができないし、海軍は陸上の飛行場を陸軍が占領してくれないと、いつまでも頑丈な陸上飛行場と、脆い空母で殴り合わないといけない。ミッドウェー海戦以来、空母戦力不足に悩まされている上に、第二次ソロモン海戦で、小型とはいえ貴重な空母を失った海軍には、かなりきつい状況ね。こうして、ガダルカナル島攻防戦の序盤の攻防が終わったぜ。日本海軍は初動で、ガダルカナル島周辺の制海権を確保することに失敗した。そして、戦力を削られた日本海軍は、しばらくの間、この制海権に手を出せず、輸送やそれを援護する陸上からの爆撃で、多くの船や物資、戦力を失うぜ。次回は、今回の動画で圧倒的不利状態に追い込まれた日本海軍が、逆転を目指した海戦、南太平洋海戦が中心になると思うぜ。最後に、高評価、チャンネル登録、コメントをしてくれると励みになるので、よろしくお願いするんだぜ。それじゃあ今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。